さっきまでね、あの引退の配信、卒業の配信も見てたんだけど、実感がなくて、なんて言うんだろうか。いやーすごい、いやみんなね、そのいなくなるってなってこう悲しいみたいな感情っていうのはもちろんあるんだけど、なんか本当に今日から2時3時に真由澄海がいなくなるのかっていうことが本当に信じられなくて、結構知らないタイトルのゲームやったりとか、いろいろねエペの大会出たりもしてたし、なんだろう、そういうものがまた明日から続いているような気持ちになっていて、誰しもね終わりが来るという言い方はあれなんですが、まあ一つのね区切りがあるのかもしれないけど、それになんかこれからこうどんどん立ち会っていくんだなって思うのと、すごく正直な話をすると、なんか私より先に辞めると思わなかったないや別に私前も言ったんだけど、辞めるつもりは今のところないんだけど、まあ私より先に辞めるとは思わなかったな。なんとなくね、なんとなくね、2時3時の中にも結構なんだろうな、まあいろんな活動の仕方があるけど、やっぱりすごいなんだろう、真由澄会みたいな配信をする人だったから、やっぱ一つのジャンルが私は失われたと思っていて、なんかそういう意味でもすごい寂しいなって思っている。もちろんなんかなんだろう、一人一人帰って聞かないものなんだけど、でもなんか一つの配信スタイルとして一つを失ったなという実感は、実感ってかまあ認識はあるなとは思いますね。推しは推せる時にという言葉がありますが、まあその時もね全力でみんなは推していて、なんかそういうその言葉もどうなんだろうと思う時はあるんですけど、言葉がまとまらないな。でもやっぱこの自分がデビューしてきて、その結構近い時期にデビューした方が辞めるのってすごい重いね。いやー惜しいな、この言葉に尽きる。悲しいとか残念とかあるけど、惜しいという気持ちが強いな。私の人間関係においても、二次三次という組織においても、惜しいな、惜しい存在だと思う。でもまあそれだけのことをさ、こうみんなに言わせるくらいのことを彼はやってきたのであって、そういう意味でも偉大な人だったなという気持ちだね。